お疲れチャンスラッドです。いきなりですが皆さん、現環境最強カードは何だと思いますでしょうか。正解はですね、こちらのデッキに入ってるんですが、まあね、環境といえばフェニックス、モンクではなくてですね、なんとこの最弱でしたニコスゴブリン、はい、このカードが今ね、まあ、データ上数値上だと最強ということがね証明されております。使用率も高くてね、勝率も、まあ、ものすげえ高いってことで、このゴブリン入りねロイを今日はやっていきます。まあ他のデッキにもね、それこそ今だとなんだろうな、まあ、ロイホグだとか、なんかバルーンデッキのゴブリン入りだとか、まあなんだ、まあディガー削り迫撃、なんかまあいろんなデッキにとりあえず入ってきてますね。なんかそれこそ最初はねギャングも多かったんですけど、間に合い結構うなんだろうね、ギャングよりはなんだろうね、槍ゴブいなくてもいいけど、いなくてもいいから、なんかニコスのねやっぱ高回転が強いねっていうので、まあ、とりあえずゴブリンのねあの評価が爆上がりしてますんで、なんかね強化される前は本当にマジの最弱オブ最弱カードだったんですけど、今マジで最強オブ最強になってます。さあ相手はファイボのスケキンロイ的な、これ結構熱いんじゃないかな。文句残ってほしいな、まあ、とりあえずなんか、お、しかも前にいるこれ固まって、あーなんか多いな小物が。さあ耐えましょう耐えましょう。今回の相手のデッキはですね、マザニックザッピーのなんか呪文がない小物ぶっつめデッキみたいな、はい、感じなので、まあ、攻めるというよりかはしっかり守ってカウンター組めば一撃で落とせるんじゃないかなっていう感じですね。はい、でまあゴブリン、まあ、モンクとの組み合わせもすごい強いんですよね。やっぱモンクの後ろにゴブリンつけて固まれば相手もウッドでね処理できない、しかも火力が高いんで、その間もめちゃくちゃね暴れるよねっていう、まあ、モンクとも相性がいいですし、よいしょ、どうしようかな、いや、ハンターの位置めっちゃいい位置いるな。うい。さあ、で、まあ、これはウッドをなんか使わなくても良さそうですね。なんか今回の相手は、マジウッド枯渇なんで、温存できそうだったらウッド使わずに、みたいな、防衛できたら理想かな。まあ、あと、ゴブリンはね、ギガ拾うだとか、まあ、陸受けだとか、まあ、とりあえず、やべえ、これめっちゃもったいないです。あの、ウッド価値爆高です。いやー、守れんの熱いですね。さあ、ゴブリンでディガーね、優秀です。すごい弱かったんですけどね、この子。で、まあ、マザネクは、文句で、回収すればいいかな。さあ、早めのウッドで、しばきつつ、スケルトン部隊もいたんでね、でもなんか相手が結構きつそうに見えて、いやマジぐちゃぐちゃしてるっすね一回ね、一回耐えのね、いやー結構美味しいな、なんか。さあウッド使ったんで、このスケルトンが怖いけど、これさすがに行って良さそうじゃないって思いながらスケルトン部隊がいるんですよね。なんか芝居だった方がいい気もするけど、マザネクちょっと怖いんで、さあ芝居て、よいしょ。さあゴブリンからのマジウッドで全掃除ですね。いやゴブリン強え、ニコスっていうのがまたいいっすね。よいしょ。まあここは最悪オールブレイク入っていいんで、一旦耐えます。ライト削りしちゃおうかな。え、ちょっと待って最悪、ちょっと怪しいぞこれ。ライト削りをしたかったんですけど、ザッピーに全部吸われちゃったっすね。それもなんかすごいぐらいのカウンターになってはいると思うんですけど、一旦ねマジで冷静に本当に
ちょっと待って、マジでおかしいおかしい、なんか雷落ちる位置悪すぎん、さっきから。そんな感じ。いやでも耐えれる。いやさっきからふざけてんじゃないんですよ、マジ一生懸命一生懸命やってるだけなんですけど、雷の位置は。さあ飛来心もしつつ、飛来心じゃない、ファイボンのね警戒もしつつ、危ない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 。いやなんかザッピーに座れるわ、なんか豚に座れてたのかな。すごい受けられましたね。まあ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 、というわけで圧倒的優秀です、このゴブニーはね。そう、まあなんでギャングとか、まあギャングはワンチャンいいんですけど、まあもしかしたらギャングをゴブリンするだけでもすごい変わるし、まあ、槍ゴブとかはね、もう今の環境は本当にないんで、さすがに槍使ってる人はね、まあメガナイト枯渇ぐらいか。まあ槍使うぐらいならギャングとかゴブリン使った方がいいですね。さあバンディット。トリマゴブリン。スケルトンも、まあスケルトンもぶっちゃけゴブリンでいいとこはありますね。まあ高回転がいいのもわかるんですけど、わ、すごい、すごいな。なんだあれ。だってすごいやつ来たな。初手打ってここに置く？あ、26とか。トルネか？おー、26っぽいな、それこそ。なんかおもろいやつ引いたっすね。ただ指が当たっただけか。あー、巨具か。巨具になると、ちょっとめんどくさいかもしんないっすね。相手の遠距離次第っすね。路強なのか、圧着になのかみたいな。ものすごい気になるんですけど。圧着でした。これ、反射はできるんで、卵延命できそう。はい。あ、でも、あの、バカで。延命できなかったっすね。延命はできたんですけど、爆破でいかれたっすね。さあ、キョスケホグか。おい！鳥も一緒にいる感じね。さあ、まあ、フェニックスに、まあまあ、フェニックスは、なんでフェニックス入ってんだろう。いや一旦ゆっくり行くか。さあ巨風スーケホグのなんか圧着に向いてフェニックスを見るってなんかレアというかもう特殊すぎて。これ厄介ですね。さあまあ耐えて、相手は文句はいないので、いやでも2枚いるのは結構厄介だな。おっ、いやーこれはいかない方がいいっす。なんか鉄壁っすね、相手。クエイク削りで負けそうだな。ちょっとライト削りだと負けるので、ロイ刺さなきゃいけないっす。うわ、そっち来た。なんかすごいことになってるけど、からのボムがあるんで次っすね。いやー結構いい形組めてるハンター。いやーもうちょっと頑張ってほしかった。いや相手のホグも良すぎて受けちゃったっす。よしよしよし、ダメージ的にはなんなら勝ってる。
もう一回結露して、まあ、ゴブリンもなんか程よく頑張ってるさ。もう固まったらお前さあ気をつけないと何か良くないことが起こりそう。いやめっちゃいい防衛してる。さあこれはカウンターで、まあ着衣のカウンターの方が嫌なので打っちゃって好きか打っとか。よしよしよし。さあ卵起き上がりはしないが攻め得な気がしている。固まる、守る、やばい、ウッドがヘナチョコ、おい、でも文句のダメージで下がっていく。よし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 。さあゴブリンがいることによってやっぱ相手もね、ホグゴブリンで受けられたくないんで攻めウッドを使ってくれたりだとか、やっぱクエイク打ってくれるんですよね。でもそこでそれこそフェニックスとかで守れると、まあそのコストはねアドになるんで、こっちが有利な展開になっていきますよと。いやーでかいな。まあロイが強いのはもちろんですけど、ね、もうこのデッキはね全てが強い。うん、ロイ強い、フェニモン強い、一応加砲されました、はい、フェニックス加砲されたけど使用率はねぶっちゃけそんな変わってないですね。うん、他になんかテンプレデッキ戻ってきたかって言われると全くそんなこともないし、そんな本当に環境自体は変わってないかな。デッキの強さが全体的にちょっと落ちたぐらいかな。そうでもハンターもね結局フェニックスには強いですからね。あとロイとの相性もいいんでトリトンハント。さあでこの人はまあこの人ぐらいしかね1年間ずっと使ってるっていう人はいないね。エリゴレです。はい、まあ、エリゴレなんで待ってますね。動いた方がいいですね。やな目型。いや動きますで、ライドラはライトで徹底していかないと痛い目見ちゃうっすね。うん、いやーちょっとまあここは、おお、しかもなんかでもちょっと形が違う。打っちゃうかな。いやーすごいもったいないかも。え、ああそっか、 80% 減でライトニングのダメージもそんな受けないのか。いや今もったいないライトっすね。普通に受ければよかった。うん、さやなめ型のエリゴレ、ハンターは優秀っすね。あとトリトンで剥がしたいっすね。ライドラを使った。うわすげえ、結構ヤンキーなことしてくれる。まあ文句は固まる必要なさそうなので、やべえ、これなんかたまにミスるんですよね。マジ引っ張ってほしい。これやばいっすね。終わった気がする。いやでもヒーラーやっつけたな。熱っ。さあこれは美味しいっすね。なんかヤナメファイブか、なんかちょっと特殊なエリゴレによって救われてる。うん、ライドラ出しにくそう。
めちゃんこ勝てそう。卵反射タイム。さあライトニング、ライトニング落としてくれ。巻き込まれても良さそうだ。さあさすがに防衛かたし、しかも相手はそこそこに大トロなんだね。よしよしよし。さあライドラだけやっぱ危ないんで、まあ気持ちほんと徹底ぐらいでね、ライト打っとくとなんとかはなる。まああとはゴブリンもね火力、うわスナイプやんこれ絶対。えぐっ、これやばいっす。同じ人物なんですよ完全に。名前がだってもうね、え兄弟かお前ら。マジでガチスナイプっす。多分ロイ倒すために型が違う、エリゴレかそれかもエリゴレじゃない、普通になんか違うデッキ。えやったなお前マジで、マジガチスナじゃねこれ。アカウント共有で別のプレイヤー、よろしく。早かったしな、まさかって圧かけとくか。まあ、でもこれに勝つのに何を持ってきたんだろう。あれエリゴリかいやでもファイブウッドだ今んとこ、今んとこ分かんないっす。いやでもエリゴリだエリゴレプレイ、でもリベンジスナイプじゃないのかなこれでもファイブウッドになってんすよね、ヤナメじゃなくて。うんそうなんですよね、しっかりロイ用にウッドにしてる。いやでもちょっとやだな普通に。手札が詰まってるんでしょうね、5打たなきゃ多分。いや思ったよりロイも止まるね。さあトルネ5ウッドになってるんですね。さあ無理はしない、多分ね攻めるとねカウンターでワンパンされる可能性が高いんですよね。なんで一生ユニット隠居しとくと、相手も同じなんだな。もしマジで 98% ぐらいのスナイプだと思ってる。 2% で違う。うわいやでも結構いい防衛してる俺も。のーなんか変なところでトイレしてるやついる。結構うざそう。いやー結構うざいぞ。もう一発？おい、さあグッズゲーム。いやこれは怪しいな、どっちなんだ分かんねえな、なんか。いやでも完全同じっすよね、もう完全。これだって別のプレイヤーとかで言ったら意味が分かんないもんね。ラットと B ラット的な、この後ろになんかついてるこの3文字が違うんか。いやでもウッドになってるから、これロイでウッドにしたら勝てるやろっつって、ビビドレにもビビドレからフェニックスにもなってるからね、多分勝てると思ったのか。まあエリゴレのプレイヤーだから
それ以外のタクじゃなかったっていう。いや多分普通にスナイプリベンジ来たけど失敗みたいな、まあ、もう一回来たらおもろいけどな。ゾディアーク YT みたいな、あの3赤目こんにちはないかな。さあ、うーん、全然、はい、全然違いましたね。まあでも穴番っていう海外のめちゃんこもうまい。もう普通に PS 自体も高い、その実力もめっちゃ高いし、そのスナイプっていう一回負けたら別赤ですぐ潜って相性めちゃくちゃ有利なデッキで潜めに行くプレイヤーもいるんですよ。でそういうなんかいろんなデッキガチで、まあ、例えばこのデッキだったらロイジェライトだから、まあ、ザッピー、まあ、全く同じ型で、まあ、なんかハンターがザッピーになってるとかで、まあ、来るみたいな、まあ、もっと来るな。でも相性がいいね。でもこのロイはなんだろう、幅広いんで、このデッキの本気で勝つってなったら結構むずいんですけど、まあ、でもゴブリン用にウッド、まあ、絶対ロイ用にザッピー、むずいけど、まあ、フェニモンも入れた、エリポンも入れたな。エリポン、ザッピー、ザッピー、なんか意味わかんないなみたいなところもしてくるやからもいるので、そういうプレイヤーじゃなくてよかったね。シンプルに普通にバルーン、この相手はバルーン、普通にね、なんだっけ、忘れたわ。ヘリゴレだったのはスクイ、さあなんかギャングのこれ延命したいな。あ、ロイだ。全然違う。普通のロイだ。俺のトリトンが勝つな。あれ、ロイ？いや、ロイじゃねえ。やっぱバルーンっすね。なんかバルーン、なんかやったんすよね。で、なんか2、3回ぐらい、ボコられた気がする。なんかすごい、もう本当にハンターいるの隠しててよかった。あー、めちゃんくいな。それ俺ゴブリン追加からの文句消えればよかったっす。やっぱ珍しいっすよね、お相手さんのデッキ。フェニックスライトで溶けないの渋いな。うー、一発入っちゃった、痛いよ。さあ、まあでも右サイドにこれで絞れたのは、まあ、悪くはないかもしんねえけど、フェニモンバルーン、もうなんかロイジェがバルーンになっただけみたいなぶっちゃけそんなんすよ。あれ固まり忘れてる。てか固まったと思ってたのに固まってなかった。雪が強え。いやー、タルガ、あ、これは、え、なんでなんか入ってね。さあ、イケイケタイムだ一旦。よっ、おーい、危ねえ。さあ、なんかオシャンティーバルーンっすね、マジ。卵が最後なんか散らかってたな、端前に。さあ、ナイス。ゾディアークは来ませんでしたよと。さあ、コードロックスター、この人は前にもてか何回も
出たことがある。もう取るね、100プレイヤーですね。で、まあ、今の環境だとうっせえなおい。沼か、沼ナウやろうか、もしかして。あれっすね、もうバルフリっすね。トルネバルーンフリー。まあね、これで逆サイ、あー、それうまい。あぶねーみんなこのフェニックス生命してくるんですけど、まあ下方される前だとね、今のもう絶対生きてたっすけど、下方されたんでね、ワンチャンフリー作る。ほい、うん、いやー、バルフリーか。まあ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 、ハンターとフェニックスいるんで耐えたいっすね。痛いよー。結局これも自分から攻めちゃうとカウンターくるんで、まあ、ライドラー使った時ぐらいは行ってもいいかな。でこれ来るかもね、ランバル。うおー、あっべー。さあ一旦耐えます。まあでも耐えるのはね、相手からしても嬉しいと思うんですよね。ウィンウィン。うん、さあライドラにライトは打ちたいね。でもん、ハンターが消えた。よーし、でかいね、キング起動。やべ。いやー、ハンター延命できなかったな、ゴブリン。いやー、これ撃ったらいかれるかな。さあ、間違いなく来ます、こんなん。あー、一回置いてくる？うん、今バルーン来たらちょっと美味しかったけど、フリーズも取れねえ、マークかな相手。俺右サイに行きたいっすね。ランバだ。お、待って、あっち行っちゃう。シレットライトニング、トリトーン。熱いぞ。めっちゃ苦しそう。いやー、うまそうのトルネ。一発なら耐えれる。あぶねえ。やばいやばい、忘れてる。おるるい、うんるい。最初のやつ覚えてるかな俺は一応。さあ、ナイス。さあ、というわけでこちらのね、ロイライト、ぜひ皆様やってみてください。ファイボタもあるんですけど、まあ個人的にライトの方が強いかなと思ってるんで、はい、ライトおすすめします。では、お疲れさんでした。またね。